でもね、やっぱり行ってよかった。先輩たちのいろんなことが分かったもん。へー、どんな風に？ミオ先輩は意外と怖がりだった。そうなんだ。リツさんは？やっぱ大雑把だったけど、ミオ先輩とはいい感じだった。つむぎさんは？麦先輩はね、みんなのことを思いやってて優しいけど、案外子供っぽいところもあって可愛い人だったよ。